おざーす。はい、どうも、ミブロックです。いつもありがとうございます。いやー、皆さん、やってしまいました。私アホです。ですね、楽天市場でこう見えましても結構本が好きでして、いろいろ買い物してたんですよ、電車乗りながら。本日はですね、セブンコンパスの時間が過ぎてしまって、認証時間が、抽選が受けられないという、事態に陥ってしまいました。朝からアホまっしぐらです。おっす。はい、そんなわけでですね、本日は大阪市内のとあるお店に来てまして、はい、天竜2ですよ。この前の動画見ていただけましたか。あれのですね、リベンジを何としてもしたいなという気持ちに駆られまして、ここ数日間悶々としておりました。で、データチェックしますと、こちらのお店ではですねまさかの8万発9万発と、そういう台が2台ほどありましてね、ちょっと調整がいいんかなというふう、まあ、調整いいとしか考えられへんすからね。この3日間でだって40万発弱出てるんでね、そりゃ調整良くないとそんなにクルーン入らないと思うんで、新台入れ替えから4日目っていう状態ですけど、もしかしたらそんなに厳しい調整じゃないんかなって思ってきたんですよ。はい、ただですね、申し上げた通り抽選がもうアウトなので一般入場ですから、まあ、空いてるかどうか分かんないですけども、空いてたらぜひ天竜2リベンジ行きたいと思います。で、もしそれがあかんかったらですね、まあね、特にその特定日とかではないんで、まあディスクアップか、あーでもガメラもありかな。ちょっと入場して考えたいと思います。でも最終最後、もしもうこれはダメやと思いましたらですね、久しぶりに食べ歩き動画でも行こうかなと、まあ南の近所なんで、はい、そんな感じでとりあえず一般入場で入っていきたいと思います。おっす。空いてるかな。どうやろう。スロットはそんなに見ないってことは、やはり皆さん天竜に行ってるのか。ガメラは空いてそうやな。楽しそう。どうやろう。ああ、やっぱ満タンや。ああ、機内ゼロ。ああ、残念。ああ、空いてないな。金物やからな。フルチャッカーが開いてないんですよ。ちょっとガメラ見に行ってきます。せっかくなんでね。ピッチアップがね、現在消灯なんですよ。ってことはガメラも下手したら据え置きの可能性もあるなと。どうやろ。こいつ機能めっちゃ出てんすよね、このガメラ。さすがに8000回ってるからね、これめっちゃ出てるしな。はい、というわけでですね、久しぶりのガメラ実践、しっかり乱数調整を行ってね。あ、これ聞けへんのか。4ぐらいでいきましょうか。おっ。はい、それではまだ何も勉強できてないんで、昔ながらの打ち方でやっていきたいと思います。おっ。あ、でもブルりましたね、今ね。さすがにあれかな、据え置きはないか。まあ機能高設定かどうかもわかんないもんね。まあとりあえず税率 100% 超え専門としてやっていきたいと思います。ちなみに今隣の台もね、リール動かしたらブルりました。ってことはやっぱりリセットかけてるかもしれないね。いや、全く何も起きないんですよ。やめやめや。はい、というわけで移動しまして、これ1日前と2日前あれやけど、4日前にちょっと高設定っぽい感じなんですよね。やっぱり1週間に1回でも高設定なんかなって思えるようなグラフないとやばいんで、こちらに1回も回しまして、リール振ってるんで、はい、あと他の台見てもですね、1週間で高設定っぽいなって思えるグラフ、これと他にあと1台しかなくて、
なので1週間に1回も温泉店っぽいなと思えるグラムがないところには座らない方がいいと思うんで、ちょっとこれ回してみたいと思います。おっ、一発目のバトルでございます。客さんゲーム、まあ、多分普通に外れるんですね。え、嘘、絶対今あかん思ったのに。当たりました、ありがとうございます。これはラッキーですよ。なんで当たったのね、外れねえやったけど、本当にラッキーです。さあどうだ、レギュラーボーナスでした。これ激アツでしょ今の。ほら、ありがとうございます。333ゲーム、あ、今1枚役でしたね。よかったです。何はともあれ、クソハマりせずに済みました。なんか潜伏期間なんですかね、今で3ゲーム4ゲーム当たってんの分かってんねんけど、ちなみに今魚緑やったんで、もう演出矛盾で当たってます。でも4ゲーム前に当たってます。ここでやっと告知。さあビッグで頼む、ビッグで頼む、マジで。オーマイガー、コインが切れました、最悪です。もうちょっと改善してほしいような。お、よかった、ビッグや。いやー、よかったよかった、ありがとうございます。OK、345ゲームビッグボーナスです。投資は16,000円、きつい。あ、800枚巻き返してほしい。できればもう1回のビッグに巻き返してほしい。技術介入すら全然来なかったっすわ。乳首ドリーすな、技術介入こんな細くらな無理ですね。乳首ドリーすな、そうそう。おかしいんちゃうか。
お疲れ様でした。あきまへんわ、ほんまあきまへん。もうあのガメラね、もうボーナス重すぎる、マジで1000分の1ですよ。あれほんまなん、あのなんか設定値でも合算200分の1ぐらいだったでしょ。ってことはもう5倍ハマりでしょ。ほんまかいな、そんな風にできてるとは思えないぐらい、もう全く無抽選ちゃうかいうぐらいレバー叩いてもうんともすんとも言わなかったですけどね。まあ自分が悪いんですけどね。はい、まあそんなわけでですね、もう言い訳無用の大惨敗でございます。はい、まあそもそも振り返りますと、朝やっぱりね、楽天市場で、本ばっか見てて、あれに夢中になってもう抽選を認証期限過ぎてしまうというね、もうあれからもうあきまへんわ。はい、でまあ天竜今日もフル稼働ですけども全然出てないです今のところね。まだ開店して3時間ぐらいやからあれやけど、だけど3時間返しなしのパチンコ打つってやばないですか。ずっと4円飛んでいってんすよ。結構ねもうすでに負けてる人は負けてんでしょうね。まあでもそういうダイヤがしね、しゃあないわね。ただまあそのやっぱりね、こちらのお店さんはメリハリがきっちりされてます。うん、これでもねちゃんと釘見に行ったんですよ。最後打てるのないかなと思って、無双も見たし、アマデジのねあのクソアマも見たし、だけどもうきっちりね、へそはまあへそもそうですけど、やっぱりジャンプ釘の隣がね閉まってたりとかね、ちゃんと見らんとわからんような調整、ちゃんと叩いてます。うん、だからほんまはねここでまだね違う台打つっていうのもねありかもしれないですけども、自分の場合はねもうやめときます。うん、今日はもう打てるような調整の台がはいちょっと厳しいです。はい、アレックスとかね花火とかねバーサスもあるんですけどね、やめときます。はい、悔しいですけどね。ガメラも今からどうなるかわかんないけど、まあでも島全体見てもやっぱ出てないもん、当たってないし、一番合算良さそうな台で430分の1とかそんぐらいやったんでね。まあね、出率 102% なでしょうし、全部ね、やっぱ種も見ちゃうかなと思います。はい、わからんすけどね。いや残念、もうね逆切れでちょっと西成で肉でも食って帰ろうかなと思います。はい、すいません、うんこで行きます。お疲れです。じいさん、もろすんじゃないぞ。皆さんおはようございます。イムロックです。本日はですね、例の恒例の、はい、乗り打ち企画でございます。いやー、弱い40にしてですね、このヒムロック、このアフロヘアとグラサンとマスクと、まあ、明らかに怪しい状態ですけれども、いや、もうね、自分ぐらいのレベルになりますとですね、まあ、余裕のよっちゃんですし、何しろもう僕のことをね、慕って、たくさんいろんな地方からね、やってきてくれました。見てください。
ありがとうございました。